はい、それで今、はい、このポケモン券出ていきましょう。はい、セトロポさん、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、いち、ずっとの、おかー、あ、目のせのやつだ。おかはい、リセー、ラケル、グッド。スロバさんは果たしてこれを見ていいの？はははは、オッケーオッケー。あれがいる、ウヒツブデがいる。はい、ラケル。あー、プラス、あ、そっか、また行ってしまうのか。そうですよ。はい、ストロボ様にはそれ見れない、見れないっていうか、見たくない。はい、実況するからね。なってこれは、まあ、ゼロ坊さんから言ったら見たくないあれかなって。うんうん、あー、リセーバー決めたか。ドローンチさん、お、出た。はいはい、さあ、イシ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 イおお、また注意失礼しますです。はい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 、いたらっしゃい。はい、あ、なんだっけの玉。おい、なるほど。綺麗だ。寝起きドッキリしてないんですか。マジで寝起きドッキリしてないんですか、あいつ。うん、ショッピングよりショッピングより寝起きドッキリしてないんですか、あいつ。うん、はい、では自己一個。我快子，你都可以嘅，你都可以嘅咩嘢？我呢又买六块。寝起き、おぉ、あ、これ寝起きドッキリ、あーしゃ、石、どこだ、石、石ごろの石、はい、石泣ける、ちょっとさ、おばあちゃん大丈夫ですか。ちょっと不安定かな、すぐ落ちたけど。あ、落ちた。投げ飛ばし玉。ああ、コジもポケモンだ。うん。
したりとか、そういうか。うん。どんな状態なんだ、トブーさんは結局いるのか。今日はあるね。いる。トブーさん、こんにちは。はい、トブーさん、こんにちは。こんばんは。また、こんばんはですね。はい。いる。はい、レベルアップ。はい、サイガさん、レベルアップです。3、2、1。はい、トブさん、やってくれました。こんばんはです。はい、こんばんは。今ですね、ポケモンの不思議なダンジョンっていうやつで、主人公のピカチュウが六竹さんで、で後ろにいるこの何つったっけ、ポッチャン、ポッチャマが俺です。VC 俺です。ポッチャマ VC 俺、ピカチュウ VC 六竹っていう感じでやってます。VC? CV? うーん、あー、また先、石井、プラスのヒーローさん、こんばんはです。はい、はい、こんばんは。はい、ラケル、はい、いいよ。さあ、ごめん。ポラマルさんとクールボーズっていう人からコメントが来て、あ、トブーさん、プラさん、ヒロさん、こんばんはです。はい、こんばんは。石井、石井、泣ける、石井、泣ける。 VS じゃないです、なんすか、声優みたいな声優VC だったけど CV だったけど、どっちだったか忘れたけど、あしのぶさんもこんばんはです。はい、こんばんは。ピカチュウの声を六竹さんがして、後ろのポッチャマの声を自分がしてます。あ、基本的にあのピカチュウ以外の声は全部俺がしてます。うん、はい、だからさん大変ですね。まあ、まあこういうことをしたかった人間ですから。うん、危ない。36とか、こっちとか行く。プラも本当にあの第6点の上に行きましょう。はい、どこ行くの。73か。わわわわわわわ。戦友イコール友達。はいはいはい、石泣ける。いや。はい、石で11だよ。うわ。うわぁ、あ、なんだっけ、こいつ、なんか、いつとこだ。石、投げる。いいね。声、ピカチュウ。はい、連続石、いい石、投げる。いいね。ピカチュウの声は、ドクタケさんが担当。はい、私です。はい、プラさん、サイガーさんは声優になろうと思ったことありますか。あ、え、なんかの動画で言いませんでしたっけ、の声優になりたく、声優になりたかった時期もありますよ。サイガーラジオ S&W の
パート1でそれについては詳しく言ってるので、ぜひどうぞ。はい、投げ飛ばし玉っていうのがなんか気になる。ピカ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 バラピカチュウピカチュウ、お腹が減ってリンゴ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 、はい、リンゴ、はい、食べる。1、負ける全冠者か、いい選手だ、いい選手だ、第6ピン何もない何もない。ジュノブさんの回線大丈夫ですか。ジュノブ様が心配だな。うん、いいですね。わかりました、8回。わー、泣けるけ。出ました、寝起きドッキリ。リスあ、ミスったさあ、パソコンから参加します。はいはい、いらっしゃいませ。はい、えー中級すげえ。あー、アジだ、やばいよ。はい、石、泣ける。すげえ、いい選手だ。はい、いい選手だわ。ちょっと朝なんだ。それが通ったな、朝。はぁ、え、ここでも跟他也拜，跟他也拜哦。卡斯马里多。嗯，对，一起拿回来。这不是阿萨辛じゃない？阿萨辛じゃねえよ。はい、アサランというのはですね、あぐらをかいた状態で、空を浮遊しながら迫ってくる変態です。全然正解。ジャンプ。はい、次行こう。はい、はい、9回。あ、あれですか、うん、6だけ、あそこにルグトが。大丈夫、助けに来たよ。おいです、あんただ、何で気に来たか。まずリグダを助けに来たんだ。エアード、私たちしないでリグダを離すんだ。何してるだろう。悪いのはこいつらだ。まず毎晩地震が起きて怖くて安心して眠れないぞ。それもこれもこいつらが地底で暴れるからだ。それは違うよ。確かに最近地震が来るけど、でもリグダたちが地底で暴れたくらいで
地震は起きないよ。僕に言われたら勝負だな。で、興奮して話にならない。どうしたらいいか。クブさん、ピカチュウ六竹さんは何か撮ってます。まあまあまあ、これは、うん、それはなんか俺も思って、なんかモグモグしてるから。まあね、プラさん、ゴスタ、バラ、プラさん、イグダ、ラッコスみたいな一人。あ、そうですよね、なんかレアームにお前がいけみたいな感じのとこに。あ、そうですね、エアームではザマスキャラだったのか、なんかそうっぽいです。なんか自分も恋に迷って迷いましたね。はい、オッケー、はは、話してる間に終わってしまったと。参ったザマス、ワイちゃん逃げるザマス。おい、エアームでは追っ払ったよ。もう大丈夫、早く降りてきなよ。ダメです、怖くて降りられないです。しょうがないな、助けに行くから待ってね。すまんね。うわ、すっごい崖だ、下が見えないよ。ドクタケ、どうしよう、これじゃ向こうに渡れないよ。ビビ、あ、君たちはこの間のコイル、話は聞いた。我々が空からディグダを助けよう。ビビ、我々に捕まってくれ。ビビ、大丈夫、間違っても滑れたりしない。ビビ、うん、とっても怖かったです。はい、失礼でしょうか。まだ足が浮いてる感じだ。あ、足、あ、ある、いや、もう2つ助かったんだから、よかったね。はい、本当にありがとうございました。おお、助かったのか。よかった、よかった。ん？ん？なんだろう。声がついてます。姿。あ、もしかして姿が見えない。どうも失礼しました。大丈夫です。はい。心配しちゃった。映画なかったか？大丈夫。竹さんたちのおかげだよ。ありがとうございました。これなら恋人たちに言ってよ。だけじゃ無理だったよ。はぁ、それはそれは本当にありがとうございました。いやいや、助けたのは当然のこと。それ進化系が2つ大きくあたり、親近感も覚えているのだ。ポケモン同士付き合わなくては。いやいや、ほんとかたじけない。それではドクタケさん、大ではご着こともない、おモンスター票もない。証拠に置く。では我々も、あ、ちょっと待って、
なんだ、あの、私たちの仲間にならない？仲間。うん。今回はこういう人たちがいなかったら救助できなかったわけだし、今後は救助するのに仲間が必要だなって思ったんだ。ね、ロクテケもそう思うよね。うん。いいよ。ねえ、どうかな。私たち、救助隊の仲間になってくれないかな。救助隊か。なんだか楽しそうだな、ビビ。しかし、救助にすぐ駆けつけるには、ちょっと我々が住む場所が必要だよな。この辺で我々が住む場所はあるのか。それは、どうか、ないのか、しょうがない、残念だが、は、やめてくれ。じゃあ、ビビ。仲間を増やすためには、ポケモンたちが暮らす場所が必要みたいだね。そうだ、明日、ポケモン広場に行ってみようよ。友達サークルっていう、ちょっと変わったお店があるの。この間、広場へ行った時は、誰もいなかったけど。明日になればやってるんじゃないかな。お店の場所は、ペルシャ銀行の隣。住むなら、プリンがいるはずよ。そこに行けば、何か分かるかもしれない。じゃあ、明日。広場に行こうね。はい、明日ね。なっか、あー、大河さんっていうすごい、声優大河さんすげえ。いやいやいや、キャラ分けがうまくできませんな。うん、はい、私のファン。また、あの、夢だ。あの人は一体誰なんだろう。ん？今度は少しひどれる。え？いいね。役目？ま、待って。もう少し話そう。気が出てちゃう。ダメだ、いいスキルだ、くぞ。いや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 、私やめな。いやいやいや、大丈夫。はい、次の朝。次の朝。はい、ここでちょっとチェットの方飛びます。はい、ちょっと待ってみます。あ、ことですね、一人三役声優最後、パチパチパチ、はい、いやキャラ分けできませんわよ。はい、パチ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 、ちょっともう思いっきり変えてますよ、今度。本当にすごいよ、大河さんは。はい、おはよう、ロッパケ。はい、おはよう。どうしたの、寝ぼけた顔して。え、最近変な夢を見るって。どんな夢見たの？僕たちは最後に有名なことを話した。なるほど。僕たち実は人間だって言ってたよね。そういうことって、もしかしたら僕たちがポケモンになったのと関係があるのかもね。ところで僕たちはどうなの？人間に戻りたいの？あんまり関係したことがなかったけど、自分は人間に戻りたいなのかな。どうだろう。あれ、どうしたの、悩んでるの？ああ、でもそうだろうね。
私と一緒にいた方が楽しいもんね。ところで今日は広場に行くって約束だったよね。ほら、仲間を増やす方法とかを聞きに行くって。早速行こうよ。はい、行く。ちょっと戻して。いや、いいの、また来たわけだよ。あれ、初めて。あ、わかった。君たちも救助隊始めたんだね。待って、ちょっと仲間を増やすための友達エリアが変わった。初めてだから友達エリア、サービスしちゃうよ。いくよ。さあ、僕たち、さあ、ガス屋の送金に行けるようになったよ。イエローの森にも行けるようになったよ。これでこの2つの友達エリアにポケモンが仲間にできるからね。仲間を集める方法は、友達エリアに住めるポケモンとダンジョンで戦っている。他に友情が芽生えることがあるんだ。なので、その時も向こうから戦いにしてくれって言ってくれると思うよ。頑張ってね。はい、頑張ります。ビビビ。さあ、続いてと何だか、友達エリア、通勤発電所にも適用にしてもらえないでだろうか。私も救助隊チーム RS に入りたいのだ。 OK、 分かったよ。今日は大サイズだよ。みんな友達、さあ、おめでとう。無人発電所に行けるようになったよ。やったー、これでチーム RS に入れると。バイビビビ。まあ、昨日は仲間になるのを一旦拒ったのだが、こうやって昨日手番考えてるうちに、気持ちで盛り上がってしまったらしいのだ。なのですまないが、こいつを仲間にしてもらえないだろう。子供とこっちから仲間になってほしい、頼んだほしい。ぜひよろしくだよ。お前、よかったな、ビビ。皆さんの迷惑かけないように、ゆりたい、頑張ったぞ、ビビ。おう、頑張るよ。わーい、ビビ。トイレの仲間になった。トイレにニックネームいいですか？はい、嫌だ。では、友達エリア、無人発電所で写真でいるので、冒険に連れて行きたいときは、こちらの電車にして、いつでも声をかけてくれ。では、ビビ。友達エリアは、自分の基地から左へ行くと行けるからね。左側に看板が立ってるから、それを見ればわかると思うよ。これでさ、終わり。他にも友達エリアが欲しかったら、本当は買ってね。タカさん、すごい。っていうのすごいな、タカさん。いやー、つぶさん、友情パワー、なんかあったな、筋肉マン、わらわら。ヒーローさん、あ、ハープワークじゃない、友情パワー。つぶさん、そっちか。パプワーク、パプワーク、いいとこだ。これやられたかった。やられそう。ちょっと待ってくれ。このダンジョンは怖いよ。ルージュお願いします。電磁波の洞窟5階にいるジグザグマが、まあ、私を助ける。うん。そ
立つの、うん、一緒だった。うん、なるほど。はい、タコさん。いや、友達エリアあったら友達いっぱいできるかもできそうじゃないですか。友達エリアがなかったら一緒に頑張ろうみたいなこと言わないわけですよね。ちょっと多分私よくわかんない。ちょっと高すぎる。はい、タコさん。ジグザグマ、ナメコさんだよ。ナメコさん、なんだったっけ。あれ、なんだろう。もめ事かな。ダメだ、そんなんで引き受けられるか。でも、どうしても風が必要なんです。お願いです。ねえ、どうしたの。ん、あの騒ぎが。私は救助を頼んでるんだが、壊れてた。あそこにいるやつ、ほら、あの真ん中にいるやつ、でアーテングっていうポケモンで、あいつも救助隊やってるんだけど、あいつのチームがつくて、お金たくさんもらわないと引き受けないんだ。もうあんなに頼んでるのに、あ、そうだよな。待て、お、お前たちは、お、フーディンだ。あれがあのフーディンか。おい、かわいそうじゃないか。私の仲間をつけるには風が必要なのだ。お前の葉っぱの打ち合いは強風を巻き起こす。それは簡単なことじゃない。頼みを聞いてやれ。わかった。ダーティングがおとなしく言うことを聞いたぞ。え、彼らは何だ。一番有名な救助隊だぞ。あいつはリザード解放者で山を持って、この感じで食の天章です。少し数5000のパワーツのご持ち主で、世の中の出来事は全部記憶しているらしい。ゲームするのは全て風だ。いわば地獄司令塔だな。ありがとうございました。どうしたのまた断れるようだったら詳しいや。すごい、コードランクの教授チームだな。
何ですか。なんでもない。びっくりした。もうかっこいい。うん、6だけ。私たちも負けられないね。仲間を集めて一流の救助隊にしようね。しかも私たち受けよう。次のアーサーおーたすーかえ、オッケしようか。さすがさがさ。いやいや。はい。ここからトブーさん、ストロボさんが今いない。ああ。しのぶさん、早いですが眠くなったので、そろそろ上がる。あー、しのぶさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。トブさん、しのぶさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。トブさん、声の魔術師、さいが様やな。いや、そんな大活動でもね、こんなレパートリーそんなないですからね。うーん、トブさん、フーティンがリーダーか。なんて気がつく。いやいやいや、もうフーティンリーダーって言ったらフーティンリーダーって。あの、ここでね、高い声挑戦しましたが、やっぱり、やっぱりなんかね、おい。まあ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 。俺いいとこ取りだわ。いいデビューだな、ブラカコ。いいセンスだ。ポッポ。ポッポとかおったな、そんなの。うん。プラッターを助けてくれてありがとう。お礼に助けてあげます。はい、はい、ありがとうです。10個そう、よし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 。はい、パチパチ。はい、パチパチ。はい、まあまあまあ、いいセンスだ。ほらよく頑張ってね。ひとまず帰って休もうね。じゃあまた明日。はい、また明日。はい、おはよう。はい、おはよう。お。
うん、やられてしまいました。あ、うわあ、小さな森2階のエレキックが私を助けるので、はいはい、うわあ、なんちゅうことだこれ。いいセンスだ。いいセンスだ。はい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 。ペットさん、パタパタ、スコン、デジャブ。わあ。いやもうこれはもう固定ですから、これはね。うん。これはピカチュウ6ヶ月間が人間に戻るのが好き？うん、まあそうなんじゃないかね、最終的にはやっぱり。うーん、まあどうだろう。どうだろう。早くんと1のダメージを14で返す。うん、ダメージはない。くれてありがとう。これに100匹あげます。100匹もらいました。ポイントアップしました。パチ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 。今日はよく頑張ってね。でも疲れて休もうね。はい、じゃあまた明日。また明日。どうぞ、デジャブ。これ毎朝に、16年
ふぶさん、来たー、バラ。毎朝大事ですね。あ、大事です。あ、来たー。はい。新聞の確認は大事です。118ポケ、おお、おお、いいね、こうもらえるな、いいセンスだ、いいセンスだ、あー、めんどくさいのやつだ、投げる、いいなんで負け投げるときやの、怖い、あ、寝てるわ、うん、やめよう、行かない方が、たぶん何もないだろ、うん、そうですね、おー、うまいわこれ、おお、はい、まだ、はい、おいしい、うん、はい、ジャガーさんね、これアップ、おー、ヒノコ超えた、俺ヒノコ超えた、うん、なんかおかしい、いいね、いいね、トブさん、いい感じだ、どや、わらわら、うん、どやトブさん、どやあいいね。いい感じだ。うん、いい感じだ。いい感じだ。まだ。はい、一応泣ける。お、ほろ。あ、ほろいいね。ちょっとコメント一人になってるけど応援します。そうですよね、なんか誰も、うん、そうだな、はい、タカさん任せー、どうした、誰ぞ、今とりあえずヒーローさん、プラさん、俺、ヒーローさん、トグヒーローさんはちょっとなんかそれどころじゃないってどっか言ってて、プラさんもわかんなくて、ストロボさんも、あ、ストロボさんとか見てないだろうな、で、トブさんが今、こう、見てる、トコさんからサイガトのいい感じだ、うら、出たり入ったし、うん、また、テカテカ、いい感じ、おお、あー、なんか、あえてね、はい、泣ける、いい、はい、うん、泣いて、
そうだ。天が高行きまーす。27で通る、うん、グッド67。おお、もう一回、はい、はい、オッケーオッケー、いい感じ、うん、ヘトロさん、ステロボさん帰ってヘトロポーサー、ヘトロヘトロさん、一人しかいないからですね。お、ビビーあ、ビビーマックス、あれはピピ、わざピピ回復の味です。お、はい、トロさん祈りを込めて念に願って、次行こう、はい、しかしこれは届かない、なんだよな、おー枝けるー、あ、ヒエロさん動画編集ようやく終わったよ、はい、ヒエロさん、はい、お疲れ様です、ヒエロさん、お疲れ様です、おーおーおー、ほんのいい感じ、はい、1、泣ける、いえ、あー、待って、まだ、はい、手が出か、あ、ちょっとどうしたヒーローさんに何が通じたあ、いいか、2人だ、はい、あ、金金金金、はい、ポラマロさん、こんにちは、はい、ポラマロさん、こんにちは、ただいま、ピカチュウの不思議なダンジョンというゲームをしております、はい、で、ピカチュウの声を六竹さんが担当、それ以外の声を自分が担当してやっております、ありがとう、本当にありがとうな、カカいえいえ、あー、またくじかー、ヤシロンっていうのがなんか強いな、うん、くじ超いいよ、うん、いや、はい、ヒーローさん、ヒーローさん編集オチです、はい、オチです、ポラモトさん、こんばんは、ポケモンいいですね、そうなんです、はい、いいんです、いい選手だ、懐かしいですね、いい選手だ、うん、懐かしい、ハテブさん、ポラモトさん、こんばんはです、こんばんはです、はい、こんにちは、ハテブさん、ポラモトさん、こんばんは、こんばんはです、はい、さあ、ピーエスさん、プラモトさん、こんばんは、こんばんは、はい、ペッテイさん、はい、こんばんは、あ、これ下のやつと繋がってるやつ、うん、うん、あ、ヤジロン、ヤジロン、これは、うん、うん、おお、これあいつめんどくさいな、めんどくさいわ、はい、次行こう、たがりはま、5回、はい、うおー、なんだよ、これ、これ六竹さん、あの、どこに、どこで指令があるか確認しました、え、指令、指令、指令、これやってくださいっていうの、あ、どこの書いてあるか確認しました、うん、何回か、ここ何回か、それが分かってた方が、うーん、うん、新しい、泣けるん、え、プラモラさん、あ、うん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 、コラモネさん、トブーさん、ヒーローさん、プラさん、こんばんは、はい、こんばんは、こんばん、うわ、なんか、あれだ、朝なんかいる、朝なんか、
あの石は2行目じゃないですか。お、スブーさん、これはエンディングまでやるんですか。もちろん違うよ。いや、それはないですよ、それはないです。あー、コイル忘れた、負けた。さっき仲間になるあのやつは絶対忘れたよ。そう、うん、加賀に山6回、はい、石ラケル、どやー、どや、投げ飛ばしだ、うん、石強い、石がね、なんか多分20で固定のダメージだと思う。あー、めんどくさいな。あ、めんどくさいやつ。石泣ける、うぅ、セットプさん、了解です。はい、了解されました。泣ける、うぅ、いい選手だ。鏡山七回。石強い、どや。うん、どや。はい、石。あ、結構。はい、泣ける。はい、どや。あ、これなの。白いグミ。高瀬さん、ちょっとリンゴを食べてます。はい。食べる、これは何だ、白いグミ、あ、プラスマイナスですな。リンゴを食べて脳中回復のグミだった。あ、ズトローン、あー、いらっしゃい、お、なんかおるわ。いや、炎はさ、弱いな、味。うん。味は普通、不死？不死タイプ？そうか、不死不死。まあ、いい選手だ。なんか下にでかそうなやつがいる、なんだ、うん、アイスでかで、バルキー解除する、
泣ける。たくぶさん、くろぶさん、おかえりです。はい、おかえりです。あれあれまだですか。やっぱらまなさん、このゲーム今日から始めたんですか。はい、うん、そうです。泣けるー。あもない、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 あもない。この球なんだ、なんですかこれ。離れたポケモンの場所と自分の場所を入れ替え。自分の場所、あ、入れ替えか。効果範囲直線上。いいとこだ、いいとこだ、いいとこだ。それお腹じゃなかった。まさかないか。なんかちょっとじっとして体力回復しますか。いや、ヒットポイント回復もないよ。くっそ、じっとしてちょっと回復しますか。そのまま回復しようか。つけたな。あ、そういった、なんかいる。なんかいる。あ、来てる来てる。あ、どっか行ったな。あ、おる。うん、こっち。なんだろう。あ、そんな。マジで電気が当てれば一発で倒せるかな。電気。当たるかな。あー、あむ。さすが、信長様。はい。鋼山8回。ほか？はい、これでした。ここは俺に任せてみたらどうでしょうか。はい、任せます。どうでしょう。 OK。 はい、すごい。あ、何もない。おー、さすが、さすがさん、いい選手だ。いい選手だ。トブさん、信長様、ナイスジョギング。はい、ありがたい。ありがとう。はい。ブラックさんに、どこでも来てくれました。はい、そこ。はい、そこ。はい、ここにある。はい。バックドの信長様。そろそろ帰って休もうね。じゃあ、明日。面白いなぁ。うん、次のワースト。はい、ケアおめでたい、ありがとう。ケアおめでたい、ありがとうございます。はい、おはよう、今日も頑張ろうね。
こがチーム RS とチーム R4 は何もねえってこと。さっきやったところだね。結構なところで救助隊やろ、信じられねえ。あんなところにポストが、なんか見ちゃう。ちょっと何するの。お、キュートの依頼が。これは美味しいわね。みんないただくときにするね。ちょっとこれは私たちのものだよ。横取りしないでよ。誰がやってって解決すりゃいいじゃん。私たちも救助隊なのよ。と言いつつ本当は悪い気がしてないんだ。ほら、救助隊って建前があった方が何かのごまかしが効くだろう。私たち世界征服を企んでるのよ。世界征服？そうよ。そのためにカニを担いで仲間も集めてるのよ。世界を我が物にするためにな。人呼んで悪の救助隊、意地悪人は俺たちのことだ。またな、ケキ。ちょっと待って、ちょっとなんてやつらん。あ、やっぱり空っぽだ。全部持っていかれちゃったよ。よかった、フィリッパーが新しい手紙を持ってきてくれたよ。これで救助できるね。しかしあいつ今度会ったら承知しないぞ。プラムラさん、アーボとか悪そうな集団。レッドブルさん、色がもうアクアク集団。あ、色が紫ですね。プラムラさん、補足な考えだな、わら。ジョブズさん、意地悪アンさん。なんでですか、もうちょっとなんかそれっぽい名前つけるって感じです。ケースのあまり近い1回、そのまま行く。うん、ケースのあまり近い1回。
はい、どこさん。プープーさん、告白集団、パープルギャングとなってます。それ、それ安易です、プープーさん。安易です。プラマルさん、いいセンスだ。あー、いいセンスだ。いいセンスか、それ。うん、いいね、いいね、いいね。おい、いけた。お、すげえ。すげえ。すげえ、俺。頑張った。はい。はい、クブーさん、いいセンスだ。ありがとうございます。はい。はい。助けてありがとう。ニッポケあげます。はい。でもあった。5分経った。頑張ってね。難しいよ。そのねじゃん。また明日。また。最後のポッチャマのセリフはもう言わないでいいみたいですな。うん。うん。多分ずっとあれみたいだから。はい。うっけよこれ。はい。逆だった。うぶい。トブルさん、意地悪図よりいいですよ。まあ、そりゃね。そりゃね。今回すんなり救助できましたね。はい、うん、なかなか近いところに行ってくれたんですね。ちょっとあれですね。あ、いやね。これいらん。どうしたっけ。あ、すぐ言っちゃいます、そういうの。うん。これはなんだ、でかい。それちょっと出た方がいいんじゃないですか。うん、説明。ああ、毒にならなくなるんですよ。救助を邪魔するポケモンはあんまりいないですね。うん、まあそうですね。
ちょっと返してないんですが、辛いですね。うん、すげえ辛いな。まあ一応自動回復ではあるんで、はい、はい、泣ける、はい、出だす。わあ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 。あいつすげえ。うん。わわ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 いいセンスだ。いいセンスだ。はい、任務完了。はい。何で振って。はい。じゃあ。次の朝。おはよう、今日も頑張ろうね。お子さん、サイガさん、ん？誰？キャタピーの声は一緒でいいか。あ、キャタピーちゃん、久しぶり。お願い、友達を助けて。どうしたの？友達のトランセル君と一緒に遊んでたんだけど、トランセル君、森に迷って出られなくなっちゃったんです。ほうほう、それは大変だな。あんたたちは、トランセル君は俺たちが大好きでやろう。ちょっとタタピーちゃんは私たちに頼んでるんだよ。
お前たちの実力で助けられると思うのか？なんだって？誰が助けようか関係ないね。助けた奴が偉い。なあ、キャタピーちゃん、どうしないか？どちらか先に助けたチームにお礼をあげるというのは。僕、お金持ってないですか？そんなの心配しなくていいよ。お金ならあるでお母さんがっぽりもらうからさ。そう、ついに俺たちの仲間にもなってもらおう。キャタピーちゃんが仲間になったらイジバラズの幹部にしてあげるからね。そういうわけでサイヤ、先に助けた方が勝ちだからな。おい、行くぞ。さっさと終わらせよう。心配しないで、私たちが先に助けるよ。見て、はい、行こう。はい、行こう。まず、仲間。トブルさん、キャタピーちゃん、音符音符。キャタピーちゃん、好きなんですか、トブルさん。パラマラさん、来たー、わらわら。トブルさん、ロフの集団パープルギャン。わらわら。面白いよ、皆さんは。プラモデルさん、相変わらず不足だ。その不足ですわ。やっぱ紫不足ですわ。さすがパープルギャング。いいですね。ここだね、フランセルが迷ってる森は。もう先にゲンガーたちが入ってるはず。私たちも急ごう。トラマルさん、絶対キャタピー重労働させられちゃう。トブルさん、悪くてもちゃんづけ偉い。普通にキャタピーちゃんって言ってます。キャタピーちゃんって言ってますからね。すごい。あら、こいつなんか名前知ってる、なんだっけ。忘れたよ、私は。なんか知ってるんだけど忘れたな。ウソッキーだったあー、あ、ウソッキーね、うん、なんかそんな感じの名前だった気がする。うん、こんな感じ。こんな感じ、後ろ見たらこんな感じ。はい、トコさん。あ、でもキャタピー好きじゃないです。隠し、女の子なのか。あー、あ、どうぞどうぞ。わ、ウリムーとか、ウリムーとかおったわ。わ、言ってよ、言ってよ。強くねえか、すっげえやつ。うん、怖い。ウソッキーこっち攻撃したら、ウソッキーばっかり。わ、すべてウソッキー。気持ち悪い。無視しよう。うん、無視です。でも、うつ、あの、ぶつきいっぱいな、おい。なんだよ。言われた、めんどくさいやつだわ。本当にめんどくさいな。上から横に行って出てるよ。うん。カットタイプだな。いや、もう強い。あれ、そんな強くなの？わ、不思議そうだ、不思議そうだ、走ってきてる。ちょっと泣くれー、泣けるー。はい、めんどくさいな、今回なんか。はい、しもり2回。
ああ、私の一言が。うん、グミとか、うん、若草グミ。ビール組、若草グミとか食いたくねえな。うん。絶対苦いわ。だらけ見間違えることはないですね。確かに、ね、もう俺を見つけてくれって感じで言います。まあ言ってよ、体当たりがって言うのかよ、猪木君は。うん、やばい。はい、だから若手俺に聞け。わわ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 わ、どうせガタガタ。いい選手だ。はい。これなんか犬のガリ方みたいな感じ。はい。ほうほう。ほうほう。これ犬の強な声。おお。はい、サガさんレベルアップ。うん。トブさん、ちょっと動画がカクカクなので入り直します。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。1、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 
でもヒットポイントが何が記事なの。はい、次行こう。怪しい森さんたち、こっちだっけ、はい、はい、こいつノーモロタイプ。そう、おたっち、おたっち、うん、あいやあいや、あ、トポさん、ハートブさんいらっしゃい、かっこ変わらない、こっち。金74円。欲しそう。うんうん。シア。電化石か。お。ほんほん。ケブさん、携帯だと限界なのか。うん、携帯はね。そうなのかな。タカさん、お願いします。はい、最後は張り切って、うん、ヒットポイント、ヒットポイントが僕、はい、次行こうか。
結局12時になったら自分が出てますか。ああ。うん。仲いい。うわ、なおぎ。また続きやつか。なんか。これで途中で、これで途中で嘘っきーとか出てる。そこさーん。早くパソコン戻ってこい、修理中。あー、修理中なんか。はい。うわ、めんどくせえこいつ。迷える。殺せ。その前に技使ってなんかね、攻撃力が上がってるんですよ、そいつ。まあ、俺なんですけど、ガツガタガタ。ノッコ。面白
ろかった。はい、ベブラップがですね、3、2、1、2。あー、トヤさん来ないな。うん、忙しいか、明日のあのあれに向けて寝てる。うん、うん、まあ気のかか。水森さん、泣けるうん、またキノコか。はい、タカさんお願いします。うわー、ラフィ、あー、ラフィ、まあいいかな。うわ、全然ラフィ、なんだよ、あいつ。なんだあいつ。あ、タカさんもダメだ。うん、麻痺状態はまだ使うだけない。うわわ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 わヒットポイント、ヒットポイント、ヒットポイントないかな。ヒットポイント、食べる。なんかめんどくさいな、こいつ。どうぞ、天下天下。あー、もうね、次行こう。アシモリならばいい。おお、めっちゃ楽しい。今は。いいね、いいね。やっぱり本能いいね。うん。いい選手。いい選手だ。いいね、いいね。119。うん、あいつはクロスは大切だからね。うん、お前手出すなよ。俺手出すなよ、そいつに。タカさん、人間50ですかね、これは。多分次死ぬかな。8はどうしようもないだろう。うーん、どうしようかね。おー、アムネ探さ。おーおーおー、いいね、いいね。おあ、回復か。すごい。あいやあいやあ、めんどくさいのやつな。そこそこ近づいて来たところを電気で当たるか当たらないか。うーん、ちょっと待ったね。
まだ無理かな。当たれば多分終わるんだよな。遊んで。あいやマビタイガーさん、ダメな、ここ相手は、水属性、水タイプポケモンあるな。うん、タイガーさんは炎属性、炎タイプ。そうですね、俺炎。うん、どうしようかな。トブさん、タイガーさんの詳しい動画を見てきました。ありがとうございます。はい、あの時はね、ちょっとなんかしながらテンションが高くてあんな動画になってました。あいやどうしよう、私キノコ。ここはね、すごいめんどくせえわ。キノコ出さんからこれ。あ、やべ、私やべ、どうしようどうしようどうしよう。もう遅いでしょこれ。あー終わった。パースワット。パースワットちゃんが落ちちゃった。また来る。ダメだダメだ。なんか。あいやー。二回もしなくていいです。なんかレベル足りないよ、思うな。昨日までもやったけど、今後こそですけどね。とりあえず、もうレベルアップましょうか。なんか関係ないとこに行ってレベルアップしますか。こいつと一緒にレベルアップしましょうか。ドラムのさん、キノコや書いてきたね。あ、キノコがいなかったら多分あそこ行けたような気がするんだよな。八丁堀さん、テンション高めて微妙って言ってました、ね。あれは本当に微妙だったから。意地悪に入るのも嫌ですと、それ。トラさん、終わった。終わったよ。あ、トブさん、あー、でも本当残念ですよね、これは。本当ね、こう、俺がいい感じでこう、火の粉とか出してくれれば、多分キノコはいけるんですよ。え、そう？うん、いけるんじゃないですかね。でも、美術属性はいるな。タイガさんはそのタイプね。しびれが怖いですからね。キノコをまず潰してしまえば、あとは、ピカチュウでも何でもどうにかなるんじゃないですか。ここはペルシン銀行です。次これは何だ。銀行の説明ですね。実は男女で倒れたらお金なくしちゃうんです。知ってました？もうそんなところペルシアン銀行に預ければ安心。家族帰っても預けたお金はなくなりませんわ。安心ですから。うちの銀行。以上説明でした。銀行なんていうか、またのご利用お待ちしてます。銀行か、ここは。SP 回復アイテム特攻。はい、ゆうすけさん、こんにちは。いのすけさん、こんにちは。いのすけさん、こんにちは。はい、こんにちは。こんばん。
はい、オス。じゃあ、光の場所の倉庫よ。そこの男女が持ち帰った道具や、お見捨て方道具を取ることができるのよ。例えば、冒険中に力尽きると持ち物はなくなるけど、中には大丈夫。おばちゃん、ここでガッチリ守っていた。そこに預けたものはなくならないよ。だからもし大切なことがあったら、ぜひそこ。ありがとう、また来てる。さすが高かった。怖い、パチパチパチ。猪之助さん、おーっす。トブーさん、猪之助さん、こんばんはです。はい、こんばんはです。はい、こんにちは。ポラマラさん、猪之助さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんにちは。まず、ちょっとここのミスに続けて、やって。続けて、もっける、もっける。レベルアップ。BBMAX の欲しいところ。あれやめ、あれやめ。BBMAX は大事なものだ。大事。小さな森、近い、近い。小さな森、近い、近い。私を助けて。なんか積極的だ。まあ、ちょはい。の、はい。助けてくれてありがとう。私のため、ご論石。ご論石。はい。ご本意と。ちょっとダでは次、次ここ。はい。電磁波と近い。二人は会うのなら一緒に住んでもいいのではと思ってしまう自分。うん、自分もそう思います。
あそこに家があるならピカチュウとあのね、ポッチャマと一緒に住めばいい。行けないよ、行けないよ。おおおお。あ？お、これだったら仲間、仲間になる。これクラス。そのまま終わる。かわいい。仲間になるよ。めっちゃ嬉しい。いい感じで敵取り囲んで戦ったらめっちゃダメージいくじゃないですか。ボッコボコ電磁波の動きに近いです。もう どっちが敵かわからない。あ、プラさん、稲助さん、こんばんは。はい、あ、プラさん、はい、こんにちは。プラさん、こんにちは。電磁波と力3回。はい。あ、石、石。石と。種。はい。カマルさん、仲間増えたな。うん、そうそうそう。トブさん、あ、そうすると六竹さんとスタイガ殿が一緒に。おい。なんす。なんす。何よ。リンコリンコ。でもさ、キャサーじゃない。キャサー。おまるまい。あ、気づいたの。マルマイクは赤と白が逆になるんだと思ってる。ヒーローさん、気がついたらすごいパーティープレイになってる。そうっす。うん、だってヒーローさんが抜けた、いや、そうか、まあ、3人から4人になった、はい、正しく言うなら3匹から4人、4匹になった。お、ヒットポイント5。おぉ、2、はい、2、おぉ、いいじゃないか、それいいですね。いいですね、ほんと。プラさん、トゥルネコ3を思い出す。こんな感じなんですか、どんどん仲間が増えていきて。やばいやばい、俺が強いモデルだった。モノ2ねお、はい、あー、助けるやつ。一緒に行けー。1、2、3、4。OK、 復活ポイント。猿之助さん、ここら辺はこんな感じだっけ。プラスでしたね、ここら辺。なん
んなことない。3人しか入れないのか、あそこには。3人だけが。コイル減らします。コラッタがちょっとステータスが低いみたいなんで、うん、タゲする、オッケー。あ、コラッタを抑えます。うん、タゲ、タゲする。鋼山一回。アクリスコちゃん。お、出た。はい、開ける。いる。よくわからんぞ。わかんない。お、十。うん。結構電気ショックもなんか命中率が上がってましたね。よく当たるようになりましたな。まあ、うん、最初もミスりまくってたでしょ。うん、うん、はい、ヒーローさん、鶏肉以外だとないんじゃないかな。自分も覚えがない。そうか、うん、何もないだって聞こう。上がり山に入って黄色さんは名前の後ろになんで9がついてるんだ。うん、何頭乗ってたのかな。何ちょっと乗ってたのかな。わかんない。はい、プラさん名前で数字ってかっこいいね。かっこいいか。そう。
こいか。俺はもうあれだから。そうそう、出れる。猪之助さんとか200です。200。なんかプラスさんはあれですか、なんかこう製造番号みたいな感じでかっこいいですか。黄色キューバみたいな。高山さんがいいです。ヒーローさん、ライムチャットでユーストの ID と書かないようにしてます。あー、めんどくさいのやつだ、パサめんどくさい、イノプレさんがやってるみたいになってる。ヒルさん、マーク。あ、ダメ。よし、さあ、ヒルやってわかる。なつけさん、ライムチャットがやつできるわ。分かんねえやば。ライムチャットが簡単にできる。ヒーローさんは変な当ててすれないよ、まだ。2289。まあ、すぐ行くんじゃないですか。ヒーローさん、しないよ、面倒です。ヒーローさん、面倒、わらわら。2258。それ面倒なさい。よくはしなきゃ。何が彼を動かしていたのだろう。それ皆さんを困らせようという意思が出た。猪之助さん、真剣にふざけるかな、あの人は。これ、真剣にふざけるっていうのがなんか重要ですよ。ヒーローさん、一回設定すれば簡単にできるよ。ああ。
ちょっとカプカプカプをいろんな名前で言うと。それはそうなんだ。あそこで真面目ってことですかね。うん。そうですね。遊びも本気でやらなきゃ気が済まない将軍なんだけど、うん、もう生まれてた。あ、なんだ。お、チーム RS はノーマルランクからブロンズランクにランクアップした。えぇ、ー、ガルーマジュルーね、邪魔かした。はい、あったね。あと3分で自分は落ちますな。あ、はい、はい、何分ですか。はい、お疲れ様です、サガさん。うん、あと3分は今すぐ。うん、まあ、うん、とりあえず今回ポケモンここまでですね。トブさん、ある意味尊敬わら。トブさん、あるんですか、もんか。トラさん、あ、ないのですかね。いや、ちょっとそれわかんないですわ。ユノスさん、なんかさっきからデンジョン出たら入ってるじゃん。あ、これはね、理由があってですね、シナリオ上行かなきゃいけないところがあるんですけど、そこのボスが強くてですね、まあ、ボスというかモンスターというか、で、まあ、その今レベル上げの最中、そういうことを言いました。はい、どういうことだ。うん、はい、とりあえず今回サガさんありがとうございます。はい、はい、声がすごい、パチ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 。いや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 、すごいよ、ロブルがこう。いや、すみません、さ、うん、今回本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございました。 OK、 じゃあ今日はくれですか。うん、ですか。スタイプくれですか。うん。